そういうもんなんです。ですからデジカメの基本はローで撮れと。でもこれは先ほども言ったように小さなプリントで仕上げるんであればもう一切それは関係ありません。というのはこういう小さなプリントっていうのはメリハリ感のある階調が飛んでた方が綺麗に見えます。ところがそれがでかくなればなるほど階調がない部分が歯抜けの状態で実際は大きなプリントにするとそれはもう見れない画像なんです。ですから小さなものであれば JPEG で構いません。でも皆さんは多分このぐらいのプリントでは満足しなかったと思うんですよね。やはりある程度の大きなもの、それであれば必ずローで撮らなきゃいけないということです。そして JPEG っていうのはもうほとんどカメラメーカーのカメラの中ではもうほとんど生成してます。ですからどういう具合に生成してるかというとハイライト部分とシャドウ部分を計算して潰れてる飛んでるというような状況でもできちゃってるんですね。ですからそれを改めてもう一回調整しようというのはもう無理なんです。もう画像が破綻しますから。まあそういったいろいろなものがあります。それから4番目のローの場合は何回でもできます。ここが一番いいところですね。でまあ5番目が先ほどから言っている通りに大きなプリントを仕上げるのであればローがおすすめですよということです。まあですからローを使いましょうということですね。まあ今回ユーティリティを使います。まあ後で表をお見せしますが、まあこういった形にカスタムの画面を使用し、まあ1番目が画像の色空間、デジカメで一番の基本というのはチェックです。チェック、人間が必ずチェックしなきゃいけない。まあ一番重要なのが1番目の Adobe RGB のチェック、それからカスタムイメージが鮮やか、そしてホワイトバランスのチェックということです。じゃあユーティリティの場合、左側の上にあります赤い部分ですね、まあ、あそこでカスタムというのを選びます。そしてその隣の項目で色空間、これは どこのメーカーのでも一緒です。必ず自分が使う場合 sRGB とか Adobe RGB って聞いたことありますよね。皆さんご存知ですよね。何もないと困ったな、S というのはですねちっちゃい、もうそう覚えてください。 Adobe は大きいですから、大きい空間ということは 色数がたくさんあるよ。 S は小さいんでそんなにないんです。ですからものを表現しようとするんであれば Adobe にしてください、そういうことです。人間の目の見えるここまでのいろんな範囲があるんですけども、その中で Adobe というのはもう3分の2ぐらいしかないんですね。まだまだ S はそれよりももうちょっと小さいんですよ。そうすると自分で表現したい紅葉の場合の赤とか、それから新緑の緑なんていうのはそういうのは一切出てきません。ですからなるべく広い Adobe の空間を使ってくださいということです。で、こちらのところでホワイトバランス、これはカメラ側で設定しててもローという形で設定をして現像を開けば改めてまた設定をすることができます。ですからローというのは大丈夫なんです。カメラ側で間違ったとしても、まあ、今回こういった画像を撮りました。ちょっと若干暗いんで、左側がローデータの元、そしてそのローデータを触る部分がどこかといったときこうなります。まあ、これちょっと一つの例で今示してますけど、どこを触るか、ここがポイントなんです。これはどこのメーカーも全て一緒。ここにあります露出トーンというところですね。一番重要なのはここのトーンカーブの部分でちょっと締めてあげればそれで OK ということです。というのはローデータ、多分皆さんローというかそのデジカメのデータ、多分なんか眠いな、それからコントラストがないなって皆さん思ってらっしゃると思います。それは構造上仕方がないんです。そういった構造になってますから、もう眠い、メリハリ感がない、でそういった形のものをどうやってこう皆さんが見てるときにメリハリ感のあるデータに作るか、そこだけの話なんですね。でもそれができないんでどうしたらいいかっていうと、多分分かってる方はAdobe のフォトショップで触る、それ一切触る必要性ないんです。僕の場合は
プロに言ってるのはアドビのフォトショップはゴミ取りですから、ほとんどレンズ前でほとんど終わりです。そしてこの部分でこれちょっと説明してきますね。ちょっと駆け足で言っていかないと終わらないんで、でまず何をやるかってことが問題です。まずメリハリ感を立てるためにトーンカーブのシャドウ部分、これを内側に入れます。だいたい一般的には0から20、これは何かというと黒の潰れる部分をどこまで潰すかってことなんです。同じようにハイライト部分255から240ぐらいの間です。これはハイライト、白をどの部分までギリギリまで飛ばすかってことです。これさえやっていただければ OK です。はい、お疲れ様でした。これがローデータで、いや本当ここだけの話です。もうこれで終わっちゃうんですよ、ローデータっていうのは。ただこの調整した会長を見るためにはきちんとしたモニターだけは見れない。ここがデジカメにとって非常に重要なことになってきてます。まあ、またモニターの話すると長くなるんで、もう七尾さんに行って聞いてください。ここが一番重要なポイントですね。でこの今言った部分というのは画像によって全て違いますから、暗い部分どこまで潰すか、ハイライトがどこまで飛ばすか。ですから暗いものであればやや暗く潰してしまうとダメなんで、ちょっと15とか10ぐらいまで。白い画像であれば飛ばしてしまっては出てきませんので、ハイライトがややちょっと250ぐらいするとかというような、そういった調整の仕方ですね。で、まあ、あとここで一番優秀なあのユーティリティなんですけども、ここに覆い焼きっていうのがあります。これは何かっていうと暗い部分を明るくする。でもこれは実際は色を引っ張りません。モノトーン、黒から白の部分の階調を調整する部分といってちょっと難しい、まあ、簡単に言いますと色を引っ張らずに黒白の部分で明るく暗くするっていう部分なんですね。これが非常に有効な部分です。で 画像によっては暗い部分を持ち上げれば多分ハイライト部分もオーバーになる、そうじゃないんですね。 画像によっては逆の方向性に動きます。ちょっと考えられないじゃないですか。実際暗い部分を持ち上げて明るくするのにハイライト側が飛ぶに決まってる、いやそうじゃないんです。ちゃんと計算された形でそういったアルゴリズムでもってハイライト側は若干ちょっと落ちるような形になってます。これが一番優秀なところです。で、あともう一つ、このシャドウ、これは完璧に真っ暗な潰れてる部分を持ち上げます。でもこれもあまり持ち上げるとどうなるかというと、ね、全体が画像眠くなります。ですから眠くならない程度、最大でも弱ぐらいまでですね。ですからそういった部分の調整っていうのができます。もうこれでもうほとんどローデータでこうやって済んじゃうんですよ。今僕が言ったこのシャドウと大焼きっていうのはきちんと露出もあってちゃんとしたデータであればここの部分は触ることは一切ありません。触るのはこの部分だけです。それがデジカメのやり方です。で今度やはりそれだけではつまりません。じゃあ何をやるかというとカラークリエイティブ、これは何かというと暗室、まあ、昔のフィルムプリントをするときに暗室でこうやっていろいろテクニック使ってましたね。そういった部分のところがカラークリエイティブですね。それをどうやってやるかってことです。まあ、今回は紅葉を撮ってますのでもうちょっとこれ夕方なので、まあ、逆光、まあ、ここら辺のグリーンと紅葉を少し使いたい、やってみたいなっていうんで、ここにあります指揮官というところの部分ですね。でここで緑を若干上の方に持ち上げる、これは持ち上げると何かっていうと明るくするという部分です。明るくすると明度が上がったようになるという、あ、明度サイドが上がったようになる。であとはここにあります明るくするか暗くするかで、逆光でこの緑をせっかく緑にしているのに暗くする人はいないと思います。ですからここの部分で明るくしています。で同じように今度この紅葉の部分ですね、